上士幌町は北海道加東郡にある町。十勝総合振興局の北部にあって、東は足寄町、本別町、西は鹿追町、新得町、南は士幌町、北は上川総合振興局の上川町とオホーツク総合振興局の北見市、桶戸町に隣接している。町の面積のうち、約 80% を山地と原野が占めている。町の北部は大雪山の山岳性であり、大雪山国立公園の東山麓に位置している。また、十勝三股の山間盆地を除き平坦地が少ない。一方、町の南部は緩やかな傾斜を持つおおむね平坦な丘陵性の地形となっている。北海道のほぼ中央部に位置する内陸性気候であり、低温な亜寒帯性の傾向を呈している。年間降水量も 800mm 前後と比較的少ないが、山岳地では局地的な豪雨が発生する。年間平均気温は摂氏5度前後と低く、長期低温による冷害も多く発生している。冬期間に晴天の日が続くため日照時間は比較的長く、特に夏季の1日あたりの日照時間が長いため、冷涼な気温の下でも農作物の生育にとっては恵まれた条件となっている。冬はシベリアで発生する寒冷高気圧が起こす西高東低の気圧配置の影響によって北西の風が多く気温が低く摂氏20度から低く摂氏30度まで低下する。積雪は平地で20センチメートルから40センチメートルと比較的少ない一方で、山岳地帯では2メートル以上となるところもある。初霜は9月下旬から10月の上旬であり、秋霜は5月下旬となるため、無霜期間が短い地帯となっている。人口は1955年に 13,608 人となった後は減少が続いており、2015年の国勢調査では 4,765 人と、ピーク時の人口から約 65% 減少した。町では、ふるさと納税による寄付金を子育て、少子化対策に積極的に活用しており、2015年度からは保護者の負担軽減のため、上士幌町認定こども園の保育料の一部無料化を実施し、翌年度には10年間の完全無料化を始めた。その結果、住民基本台帳による2016年の人口が 4,917 人と増加に転じた。2015年の国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口0人の消滅集落となっている。1896年から十勝の開拓が始まり、北海道外から入植者がやってきたが、上士幌地区は十勝の奥地に位置して交通が不便であり、気候や地力が劣ると見られていたため、当初は開拓が行われなかった。十勝の開拓が進んでいくと、より広大な土地を求めて、上士幌地区に移転して開拓する者が現れ、1907年に安村修高丸をはじめとした移転開拓者たちが、上士幌地区の原野の各地を開拓していった。1926年に、帯広駅から上士幌駅までの士幌線が開通すると、上士幌地区への入植者が増加していった。1929年になると、士幌村からの分村する機運が高まり、1931年4月1日に上士幌村が誕生した。国の機関警察消防電力高等学校、中学校小学校認定こども園産業は、畑作や酪農などの農業や林業などの第一次産業と観光の第三次産業が盛んである。組合スーパーマーケット金融機関、郵便局宅配便、松明大橋と大雪山系の山々、糠平大橋町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道根室本線帯広駅。廃止された鉄道かつては日本国有鉄道士幌線が通っていたが、国鉄分割民営化直前の1987年3月23日に全線が廃止となった。列車は通行しなくなったものの、タウシュベツ川橋梁など残っている橋梁は文化財的価値を有し、観光資源にもなっている。地元の NPO 法人東大雪アーチ橋友の会は2020年、全国から集まった寄付金で第3音更川橋梁を補修した。町内を通る幹線道路はシーニックバイウェイの十勝平野山麓ルートになっている。同指定町指定国登録50音順行政産業観光。ありがとうございます。